2人が一通り話した後にね、でもケンピちゃん本当に本当に可愛いねって言って、可愛いね、ふんどりちっちゃくて、え写真よりマジ、え可愛くない、あの写真写り絶対悪いって、ね、どうにかした方が絶対いいみたいな、その女子トークにケンピも巻き込まれ、みやこさんとつばきさんのそのマジマシンガンなの、マシンガン147cm、 いや148cm ですけど、私あのはい間違えないでもろって、私148、その1センチが大事だからね、気をつけといてね、うん。でその可愛いね、可愛いよ、もう私なんてお母さんみたいな気持ちやみたいな、うん、もう娘を守る気持ちだとか言い出して、だからケンピ、いやでも2人すごい私のこと可愛いって言ってくれますけど、お母さんとも言うけど、そうは考えられないぐらい2人めちゃくちゃ可愛いですけどね、いやマジなんか私2人を前にしてここに座ってて、なんか追加料金取られないかなって思うぐらいには本当に眼福ですって言ったの。だからって顔を始めて、宮古椿がえみたいな、ケンピなんかまずったこと言ったかなと思ったら、ちょっとごめんケンピちゃん、あの言わせちゃったよねって言われて、いや違います、本当に2人のことすごい美しいと思ってるし、今日お会いできるのめっちゃ楽しみだったんですよって、あの本当にあの言わせちゃったよね、いやあの本当にマジで可愛い、可愛いです、可愛いんだからね、いいって年上なんだからさ、私たちはもう全然年なんて離れてるんだからさ、可愛いって言ってんじゃんみたいな謎のそういうコミュニケーションをしながら、でもケンピ、あこれってもしかして女子がよくやる女子トークじゃないかと思って、ちょっと嬉しくなりましたね。よくある、何々ちゃんの方が可愛いよってやつあるじゃん、そんなことないよ、私なんかそんな可愛い、何々ちゃんの方が可愛い、でも何々ちゃんの方がもっと可愛い、その目とかバッチリしてるし、でも何々ちゃんのみたいな、あれでしょケンペ、あれできたの、今日初めて、人生で初めてあれ嬉しかった、嬉しかったの、モテ遊ばれてる、そうなの、そういうこと、ちょでもなんかちょっと、そう大人の階段登った感じした、大人女子の階段登った感じした、女子トークあるあるやってでマジ、そうこれ無料でいいんですかみたいな体験しちゃった、やくない女子あるあるだけど、メンバー可愛すぎて豪華すぎて、これ無料無料でよかったんかな、うん、いくらでも払いますって感じだった、本当に、うん、初めてだから、その何々ちゃんの方が可愛いってぼやって、今すぐ振り込んだ方がいいいやマジ、もうそれ説ある、もうペイペイで送る説ある、もう今日教えてもらったペイペイで送る方法、椿さんに、えケンピちゃんペイペイ、あ送り方わかんないなら私が教えてあげるっつって、いろいろ教えてもらって、ケンピ機械弱いからそういろいろ、いやでもペイペイ後払いでワンチャンあるな、もうできるからね、椿彩菜さんに手取り足取り教えてもらったからケンピできるよ、定定時間だって、ほんとに、うん、ペイペイじゃねえけど定定時間でしたよ生きてるもんですね。今日だから5万円。